はいゲームコレクターの酒勘です。本日は、えー、2020年1月16日、作勘学院ゲームコレクター部スタートです。えっ、ー、と、本日はですね、まああの、竜が如くのパッケージを <laughs> ざーっと見ていこうと思ってるんですが、その前にね、本日の記念日ゲームということで、1993年の1月16日に発売されたヨーロッパ戦記、まあちょっと地味なね、 まあ、第2次世界大戦のヨーロッパを舞台にしたまあゲームになります、まあ、ヨーロッパっていうかまああの辺の戦争なんでアフリカとかねその辺もちょっと含まれてくるようなゲームなんですがまあスーファミとメガドラが同時発売、まあ、当時のねスーファミのゲームっていうとなんか任天堂の縛りがあってこう同じタイトルを他のハードでは出せないみたいなね言われ方をする場合もあるんですけど、ね、ちゃんとこう同じ日に出てるんですよねはい まあいいかなこれはまあこれはまた別の機会に話すことがあればまあただポイントはここかな「WW2 ゲーム」って書かれてますね。光栄のゲームっていうのは割とこうねロゴのどっかの辺りにその光栄がなんかつけたジャンルというかねそういうゲームの表記が入ってるんですがまあそれもここにちゃんと入ってるとまあそういうタイトルになります。 まあこれはまた次回でいうということで,であと先,先日昨日か昨日の配信の時にちょっと忘れあのちょっと行方不明になってたユニバーサル・スタジオ・ジャパンこれねゲームキューブはいあのどこにあったかっていうとこのすぐ下にあの落ちてましたと <laughs> <laughs> いうことでまあいいやえっ、ー、と本日はえっ、ー、とこれから龍が如くの パッケージをザタザタと見ていこうかと思います。まあ十がごとくというと、えっ、ー、と、えっ、ー、と二千二十年一月十六日、えっ、ー、と今日ですね。今日、えっ、ー、と新作セブンが発売になりますが、もともとね、えっ、ー、と今回あれですね、主人公が変わるんで、まあその前に一からね、順番にこうパッケージを見ていこうと。まあ要は一これがえっ、ー、と二千五年の十二月十八日に発売された一作目。 龍我ごとくね、あの無印ナンバリングないタイトルですねで一応ねこのタイトルに関してはあこんばんはセロ18この一時期使われてた今とはちょっと違うセロですねちょっとこれ何が何が18歳以上なのか分かんないんですけどもまあ当時はこういう多分この上に X してみたいなのがあったのかなあんま18っていってもピンとこないんですよね でまあ、暴力シーンをグロテスクがありますっていうのはあってまあそんな感じ、はい、でま一、あ、作目はね「あの伝説の男と10億のあじゃ百100億の少女」っていう、ね、そこがねポイントでかなりインパクトがあってまあなんだかあ,あえー、っとなんていうんだあれはまあ今日一緒にあれですよね孤児院出身の あの仲間というか兄弟みたいな存在の人とこういろいろせる競り合うというかねそういうような感じの作品でしたね。うん。まあ、ちょっとパッケージも見とくかこれあんまり今日見る時間ない気がするけど取説を見るとまあこれちょっと最初は日付がない日付っていうか年代がないんですよね。この辺 ただ多分設定的には2005年の話だと思うんですよね。でまあ、10年後ってあるんで、まあ、1995年ぐらいに多分桐生、えー、ズ馬がまあ捕まってユ暮れシリーズは PS2 の1しか遊んでないやあなるほどユ暮れごとくシリーズは今7が出てますよ今日。<laughs> でえーと まあ10年後なんで多分2005年でだから1995年頃にカズマが捕まって2015年に出てきたって多分そういう感じなんじゃないかなでそれでまあ進んでいくんですけどまあキャラクターのね使い方ですよね使われ方当時はまだこう 声優さんがこう入ってるんだけどなんだろうこう芸能人が声優参加してるのがちょっとねあるって感じの使われ方をしてました芸能人に関してはだからここね、えー、高級クラブセレナのママレイナが三原純子っていうねはい多分ここはこの時の芸能人の売りって多分そこだと思うんですまああとはこの風間慎太郎っていうまあおやっさんがあのバタリ哲也 多分芸能人って主だった芸能人その2人だけなんじゃないかな、まあ、もう少しいたかもしれないけどまあ大体その辺ですねで1作目が出てででこの「龍が如く」シリーズってのはやっぱりシリーズをどんどん順番にね早く出していこうっていう感じですねで2作目ですね2作目が1年後2006年12月7日発売はいまあこっちはあの 1一作目は新宿のあの歌舞伎町を舞台にっていうかかむろ町ですね舞台にしたんですが今度大阪が登場したわけですねで大阪のねこのまあライバルが出てくるわけですねはいそして本物の銃はえー、えー、唯一ここここの伝説となるということでまあ東京の銃と大阪の銃が激突するみたいなそういう感じのですねだから何だろうこう より強いね敵が現れたって感じですねはいでこれもね一応声優さんはね、えー、とここに「声の出演で」で渡里哲哉舘ひろし赤井秀和寺島進徳重聡ほかって書かれてるんですけど何かねまだそんなにこう芸能人を売りにしてる感じがないっていうところが実は取説にねそのキャラ紹介ページがないんです。はいで えっとただやっぱりここでポイントになるのがまだこの人たちは声の出演なんですね。で渡哲也っていうところがやっぱりまだポイントになってる時代です。はい、でこのあとね PS2 から舞台は PS3 に移るんですけど。 この時にね、まあちょっとこれ僕の場合、廉価版なんですけども、まあ実はこの竜がごとく剣山が出た時に初めてこの芸能人をモデルとしてこう使用するっていうのは、まあ実験でしょうね。多分 PS2 だとあんまりこうキャラクターをの、こうリアルなキャラ作れなかったんじゃないですかね。でスリーでこう実験したんでしょうね。だから割と有名な人が松方弘樹とかね。えっ、ー、とこれなんだっけ松田。 どっっちだっけ <laughs> まあいいやまあこれ中見りゃいいのかまあ桐生一馬の助ですよねまたの名を宮本武蔵だから宮本武蔵の伝説なんですよねでだからこれは PS2 から PS3 に移って多分龍リュが如くのごと元々作ってるモデリングを PS3 向けにこう作るという作業と えっと、芸能人のモデリングしたものをこう合作してでストーリー新しいものを作るであとはあの多分鹿室町をこうとかを作り直すとやっぱり、ね、同じ町にするわけにいかないからこうス,スペックアップするのにやっぱ時間がかかるからだったらこう時代劇にして違う絵を持ってこよう多分そういう感じなんじゃないかなと個人的には思ってます。 でまあ、ここでねやっぱり芸能人がいろいろ出てくるっていうところでは、えー、佐々木小次郎がえー、っとあれそっかこれはあれか最後にキャスト紹介ってありましたねで松田翔太ですね、えー、でえー、っと用心棒に寺島進だから寺島進さんは えーと2でも声優として参加しつつ3で釣りじゃない剣山ではモデリングがあってねキャラで出てくると。で加藤雅也さん塚本隆さんといったあたりがまああとはあれかな竹中直人、えー、松方浩次割とこのこの2人がねあの濃い役割で出てましたねだからここにもうこう芸能人がね並んでると。ただななんとなくこう 芸能人が出てるけども、あ、出てるねって感じで、なんだろう、こう、まだ PS3 というハードにこなれてない感じというか、こなれてないじゃないな。多分、まだそんなリアルに造形になってなかった感じがします。だから、こう、止まってると似てるんだけど、動き出すと不自然っていう、まだそういう時代だったような気がします。で、えっと、2009年の2月には、えっと、竜がごく3。これもちょっと廉価版でごめんなさい。はい。 銃、えー、が伝説の銃が帰ってきたと。で今度はねその東京大阪っていう来たところでまあまあ東京はずっと残ってるんだけど次3作目はねこれはもう沖縄なんですよね。うん、沖縄です。す、まあ、東京と沖縄です、ね、で、ね。ここからあれですよねその沖縄の孤児院の設定がずっとこう残ってくるような。 ある意味なんかシナリオの縛りをつけてしまったところはあるような気もしますまあただ沖縄もねこのあと沖縄出てくるけどあんまりあのただねあの個人だけが残ってる感じですよねこれ2007年がやっぱ舞台になってますねはいでやっぱりここではね芸能人の人たちは、えー、っと出てくるんですけどまだ モデルとししてての登場の仕方はしてないんでですよねでただこのメインキャラの中でこの堂島大悟があの徳重さんがやってるのがずーっとここから先は続いていくんでまあ、2の方であの渡谷哲也さんの役の人はね役柄のあれはあれしちゃったのであれなんですけど <laughs> ただこの芸能人だとこの多分神田剛っていうのはこれ宮迫さんが確かやってるのかな。 この浜田浜崎豪か浜崎豪を確かあれなんだっけあの人ロードの人 <laughs> まあそんな感じでロードのなんだっけえっ、ー、とまあ声優さんがねここに書いてあるのがまあ声の出演藤原竜也、えー、中村獅童宮迫宏行えっ、ー、と 宮川大輔高橋さんはまあ改装支援かなんかの登場かなこれはまあそんな感じで,でどっちかっていうとこの辺りは多分このあのー、あれですね夜の夜のねあのイベントの方のモデルの子たちがあのー、タレントさん使った感じになってたんじゃないかな多分そうやってこの少しずつこう あの竜の中に芸能人を入れていく作業が始まってる感じです。で2010年の3月には「えー、と竜が如く法」まあ、これもちょっとレン版ですみません。でこ,こっから「竜が如くは」は桐生一馬一人主人公じゃなくて4人主人公制ねそれぞれ別々にストーリーが進めてってつな、まあ、がっていくみたいなあの感じになりました。はい、でまあここでは重要なのは これがやっとこう。芸能人がメインキャラとして出てくる。じこの後ろ側と。まあこの人ですね。はい、えー。それは熱き男たちの奇跡の記録、このダニと呼ばれる刑事がね。えー、っとあの人ナルミ宮さんですよね。だから声の出演成宮えー、っと弘樹小沢魔獣桐谷健太え。徳重聡高橋ジョージ 遠藤健一、沢村一樹、青路健也ってことあるんですけど、まあ、声の出演っていう言い方はしてるけども、実際のところは、この辺りは、まあ、こっちの方が見やすいな。あの、この後ろの並びは基本芸能人のモデリングのキャラクターですもんね。で、まあ、プラスこれかな。で、この辺りからは、あれキャラ紹介はないか。 ままああでもまあキャラ紹介はなくてもまあ6つあ,あったあった前の方にあったこれ2010年が舞台ですね。ということでまあ、まあまあ、なんだかんだと最近456での主,主,主要キャラになったこの秋山さんとかねあの割とこう普通に主役系のキャラになってますよね。で冴島大河さんも割とこうあのなんだっけ あの登場会では割と主力のキャラになってますよね。あの6ではほとんど出てこなかったけど。でえっ、ー、とこの4人主人公の1人ね、この谷村、まえー、正義さんがをる、えー、宮やさんが宮さんがごく史上初めてこのあのあ芸能人が主人公キャラを勝ち取ったという勝ち取ったのかな分かんないけどまあそういうやつでしたね。でまあここのページを見ると割と割う なんだろう芸能人が芸能人のモデリングで出てる場合と声優として出てるキャラがこう混在するようになりますだからこの堂島大吾ねこれあの6代目登場会6代目はあの徳重さんがやってるんですよねずっとだからあの全然モデリング的に徳重さんじゃないんですけどねっていうところですねあとこの高浜,浜崎剛も高橋ジョージさんがまあ継続して演じてるんでまあこう モデリング的には違うんだけどもその周りを囲むねこういうキャラクターが割とこう芸能人が脇を固めてるのでこうなん,な,なんかちょっと複雑な感じになってます、はい、でもそういうところで行くとねやっぱ真島さんはねもうアニメキャラですよね完全にこういうところに入っちゃうとはいで で、ここの後がね、ちょっと2009年、10年ぐらいに、えっ、ー、と、黒表というのが PSP でシリーズ出てるんですけど、ちょっと僕は持ってないんで、これ1個飛ばして、えっ、ー、と、2011年6月には、あ、こっちら。えー、っと、これね。えー、っと、龍が如くオブジェエンドというね、こう、ちょっとまた毛色の違うものが出てきます。まあ、これは、あの、 カムロ町を舞台にしてるけども、まあ、マップを使い回してんだろうなって感じはするんだけども、あのー、でキャラクターもこう使い回してる感はあるんだけども、まああのー、シューティングアクションというかね、まあ、そういう感じのゲームに変わってきますカムロ町崩壊伝説の男たち最後のけじめってことでね、まあ、ちょっとこれは異世界ものみたいなニュアンスだと思っていいですね、はい、これも芸能人あんのかな まあ、この辺は、あーっとこの辺も芸能人キャラクターはあ,りあるけどもやっぱり多分ね、単純にね、まあ秋山さんも活躍の場ができたしあと2以降ね、もうあのこういう時しか登場できないあのこの,あのゴー田さんね、2の,あのボスキャラね。 で真島さんがもうどんどんいじりに入ってる感じで。あとはまあ、またこの辺はちょっと芸能人ことちょっと混在してる感じはありますね。はい。こんな感じ。で、えー、っと、で、この後黒表2が PSP で出てるんですが持ってないんで飛ばしますで、えー、っと、ここでね、あの、 PS3 で「龍、えー、がごとく34」って出てるんですけどもここで今度ね「龍がごとく 1&2HD エディション」が出ることで一応こ,うあこんばんはあのシリーズを通してね、1から4までを通して遊べるようになったというまあそんな感じですね。はい、で、えー、と続いて2012年の12月には「龍がごとく5」「夢叶えしもの」 でこれも4の時と一緒でとマルチ主人公なんですが今回は4人じゃなくて5人ですねだから冴、まあ、島大河と、ね、秋山さんはそのままなんですが、まあ、1人1人よく分かんない人がここに出てますねでこの,あのずっと守られてる系の遥ちゃんだっけがこのメインキャラの1人になってますで後ろ側にはこう芸能人が脇を,脇を固めてる感じになりますそののに男たちの血が騒ぐって ってね、男たちの血が騒ぐけどもあの女の子も操作しますと、まあ、そういう構成ですね2012年今度はえっ、ー、とこれがあれですねこれまでのあの多分ノウハウがたまってるのでまあえっ、ー、と東京大阪まあ多分大阪はこれ作ったことで多分大阪の街が PS3 向けになったんでしょうねでえっ、ー、とまあ沖縄は まあいいとして、えー、と名,古屋名古屋札幌んっていうか福岡札幌大阪名古屋で、まあ、東京があるとまあ、そういうようなねあのすごいマップがいっぱいあるようなゲームがまあ、それぞれの、ね、キャラクターごとのストーリーが違うのでまあそういう感じであのそれぞれが違うとこでストーリーを進めていってまたつながっていくっていうような感じの、はい、ゲームになっています。 やっぱりあの竜がとくはねそのそこら辺のそのなんだろううまくこう素材を使いながらシステムを使いながら作っていくゲームだと思うんでまあそこら辺はうまいんですよねで主人公のえっ、ー、と5人であ芸能人の表記がないなないけどまあまあこれは声優っていうのはやっぱ売りなんでここにちゃんと入ってるんですけど一応芸能人系だと えと相川翔、えっ、ー、となんだ、大東駿俊介、片瀬奈々、徳重さんですね、で、えっ、ー、と、吹越る、えっ、ー、と、奥田栄、まあ奥田栄二さんがね、あの割と嫌な,なキャラクターですよね。<laughs> っていうのが、まあ、ありました。で、ここでね、あのついにね、 えーまあ、このあと w i i u 版のあれかツーの HD エディションがあったっ、えー、とで PS4 にこう移行というか、まあ、あれですよゼルダ方式ですね w i i のゼルダとかみたいに竜が如くがね PS4 が発売された時に PS3 と PS4 で同時発売っていう、ね、ことをやりました、まあ、これもまたあの今度はえと坂本龍馬になるってやつですね でですでまたあの剣山の時と一緒でその芸能人ほぼ芸能人が脇を固めつつそのお亡くなりになったキャラクターとか、まあ、活躍の場がなくなったキャラクターたちも個性が強いやつがこう集まってくるとまあそういうような構成のゲームでしたはいまあねこういう時じゃないとねなかなか出てこれない人もいるんですがでえー、っとまあこう このねし、今回はね重要なキャラクターはこの高橋克典さんね高橋克典さんとえっ、ー、とねえっ、ー、とやっぱりあの船越英一郎さんねこの辺りが割とこう主,主要キャラですねはいあ,あとこれかこの桜庭さんね桜庭七々美さんが割とまああの 女性キャラクターとしては割と重要なキャラクターでした。はい、で、えー、っと、まあ、この辺からね、多分 PS3 から PS4 に移行するって流れがあるんですけど、多分その PS2 から PS3 の時と一緒で、やっぱりこの最初はいろいろなものが、素材が揃ってないんで。 多分いいいろんんんなものをを PS4 に持っててくととうう作業をされてたんだと思うんですよねでその中でこう時代遡って、えーと「竜が道徳ゼロ」まああの1より前の時代の話っていうのがありましたでこれもね実は PS4 版もあるんですけど僕持ってないんでまあこれ一応こういう風に感じてでここではねもう本当にあの今まで登場したキャラクターがに合ってちゃいけない人 特にあの桐生一馬の場合は会ってちゃいけない人たちだしこの2人もほとんど接点ないような感じのね状態だったりするんですね真島さんもね。ということで割とこの確か東京と大阪だったかなうん東京と大阪でそれぞれ展開するようなストーリーになっててでまあこの辺のねあの濃いキャラクターっていうのがあの まあみんな芸能人メリオはだから主要キャラクターを今までのキャラクター使えないんでみんな芸能人でこう濃い人たちばっかりねこの小沢さんえっ、ー、と竹内さんえっ、ー、と中野さんというねこの3人がねガーンと強いキャラクターがいてまあこのこの人は,は何だったっけなあとねえー、っと そそうそう鶴見慎吾さんがねすごい嫌な役なんですよね。という感じであのまあ、芸能人が割とねこうあの目立つような作りをまたしてました。でこの後にえっ、ー、と、まあ極みえー、と1からねこう極み234って作っていくんですがまあ、その極みの後に出たのがこの10 5と6「竜学」と「六」。 PS4 だけで出すというね、勝つの試みになってました。で、ここに来るともうね、完全にもうみんな芸能人じゃん <laughs> みたいなね、あの状態になってました。はい。うん。ね。だから、あの、3のあたりでね、声優として参加してた宮迫さんがまたキャラクターとして登場したりね、あと、えっ、ー、と、藤原さんも確か、 えーと声優として参加してたんだけどここではやっぱりこうキャラクターモデルありのキャラクターで出てます。でまあ小栗さんとかね、えー、とマッキー陽子さんまあそんな感じであのここはねもう取説がねがねシンプルな取説になってる時代なんですけどもしっかり芸能人は芸能人にちゃんと紹介してるとまあそういうような感じですね。 えーっと、だからえー、っとまあそうですねうんまあこれはいいでしょうえっと最初から芸能人ってわけじゃなかったのかあでも芸能人が声優参加してるっていうのが初期のところの多分ポイントの一つだったと思いますよはいうんでもほら風間の親父さんとかどう見てもあの渡里哲也のモデリングじゃないじゃないですか という話ですでまあ6が出た後に、えー、っと、まあ2が出てであ二の極み極み二かなでその後北斗無双じゃない北斗が如くが出て3が出てジャッジアイズが出てえー、っと4五のリメイクが出てでついに本日2020年1月6日に龍が如く7が発売という流れになりますね。で龍がてあの 舞台がすっかり変わるんんですよねなんかサイトの情報を見てたらなんか2001年頃に何か捕まって <laughs> あの刑務所に入って2019年に戻ってくるところからなんかストーリーが始まるみたいですね。でカムロ町が変わってしまったとかいう設定なんで、まあ、まあ6でね結構あの登場会やばかったしあともう。 勝さんがねちょっといろいろシークレットな感じじゃないですかあのー、あの人、あのー、あの3の倍数の時にに死ぬ設定になってんでしょうね多分 <laughs> あのー、10がごとく3の最後にね壮絶なねあのー、やられ方してるし6も壮絶なやられ方してるんで <laughs> あのー、まあただ多分まあ7も絡んでくんじゃないかな CM とか見てるとねはい。 ででののの舞台がああ横浜なんですよあの伊勢崎偉人町とか言ってたかな伊勢崎町っていうねあのあの JR の駅で行くとあの館内っていう駅の近くですね。あの僕が子どもの頃とかね、まあ、たまーに遊びに行ったような場所なんですけど、まあ、僕も以前のその kindle 本のねあの紹介をした時にも。 あれどっっっか行っちゃったなこれねえっ、ー、とゲームコレクター作家が人生の初期に手に入れた26本のファミコンソフトとゲームまみれの小学生時代ってこれのキンドル本の中に書いたあの歯医者さんに行った下りっていうのがあってそれがあのちょうどその伊勢,伊勢崎長者町のねちょっと外れたところにある歯医者さんでそ,そこに行った時のね帰りにあの行ったえっ、ー、となんだ山際電機とかねはちょっと。 まあのそこのちょっと外れたろなんですよ。でえー、っとそこに遊林堂って本屋さんがあってねそこがあのゆずがねあのデビュー前に歌ってたところのちょよく奥あの,て奥あの正面にあるねあの店だったりとかねまあするんですけどで今日ね今日っていうか昨日今日か今日ねちょっとさっきテレビ番組で龍がごとく7やってるのをプレイしてるのを見て。 って思ったんだけどあそっかなんか3倍のねあの神室町の3倍のね面積っていうけどあのー、舞台がね完全に石崎町じゃないんですよあれあの山下、ま、公園とかねあのー、なんだろうもうあの辺周辺ですよね多分スタジアムとかも入ってるのかな多分あのー、マップの感覚だともしかしたら中華街の方とかも入ってる結構広いね だから「になだから来の方とか言ってましたからね。はい、ということであの割とこう僕みたいなその横浜あの横浜出身の人からすると「ああ分かる分かる」っていう感じのねにの街並みになってました。 ちなみにねあの石崎の通りってねちょっとメイン通りはね割と寂びれた感じまあさびれたっていうかまだこう商店街してるんですけどちょっと裏回るとね割と風俗街な感じがあるんで、まあ、その辺もねちょっとあのあの横浜っていうか、まあ、館内のね周辺がちょっと舞台の人選ばれたんじゃないのかなという感じがしました。うん ただあの RPG のあのパーティープレイの RPG がねちょっとあのあまりにリャグ走りすぎててちょっとどうなのかなっていうのがちょっと不安ですがまああの詳しくはあのまたファミ通さんのねあの販売本数ランキングとか見ながら話そうかと思います <laughs> まあ2週間後ぐらいかなということで本日は龍河如くをざっとあの話してみました以上作家でしたおやすみなさい